お疲れ様です。どうお疲れ様です。で僕もね、何回も見てるんですよ。何回見てる。やっぱりこう靴の重さって相当ありますよね。こうローラーステート自体の重さね。こう気にならないですか？今日俺なんかいつも結構スニーカー履いてるんですけど、今日ブーツ履いただけですごい重いんですよ。結構重い。やっぱりある程度ね、耐久、そのプロ仕様って、うわー、結構あるよ。女の子はちょっとほら、どうぞ。あ、匂いかもない。匂いかも。結構あるよね。だこれ、そのやっぱ脚力とかやっぱり、まさか何のトレーニングもしてないってことはないでしょ。日頃トレーニングしてるでしょ。してないよ。してるでしょ。してる人もいますよね。僕がトレーニングもまだやってみます。かっこいい。この見てください。このこれね、ニコニコしてますけどね、本物の不良ですよ、これ。これ見てください、ニコ、いや、本物の不良は優しい、優しそうな顔するんですよ。これ、一人一人相当立ち悪いんですよ、これ。みんなね、何わけわかんないよね。わけわかんないこと言ってますけどね、本当に。これね、こんなニコニコしてますけど、相当自分を貫いてる連中ばっかりですから、これ。もう、エゴの塊ですよ、これ。一生自分の好きなこと通そうって顔してますもん、だって。今日だって調子良くなかったですか？調子良かったでしょ？調子良かった。そう、ガンガン出ましたもんね。でね、あのね、見てると分かるんですよ。最初から最後までね、全部作ってくる人っていうのは、やっぱり予定が狂うと、あ、パニクっちゃうけど、この人たち、話し合いながらやってますからね。次行く。2人がね、2人が出てるわけに、大久保さん出そうになったんですよ。そういうなんか語りコミュニケーションっていうのはね、イコールね、愛だと思うんですよ。愛のあふれるステージ、ありがとうございました。よかった、すみません、ありがとう。たっぷりおいしいお酒飲んでください。パフォーマンス終わりましたので、大久保さんまだあるの？この後まだありました。素敵な曲まで期待してます。ありがとうございました。おー、ほら、もうわざとか本当かわかんない。怖いよ、本当の不良は。ね、本物の不良怖いよ。怖いんだよ。怖いね。え、どこにいんの？どこにいんの？どこにいんだよ。言うなよ。ね、今日はね、ドラダスピードユニットの、ね、ためにね、取材が来てるんですよ。ほら、まあダンス好きの人なら、これダンスディライトみたいなさ、フィリーペーパー、ローラースケートを愛する皆様と作るフリーペーパー、ローラースケートパラダイス、おー、ローラースケートパラダイス、テイクフリー。今日ね、スタッフの方が来て取材してるところなんてね、これ興味ある人いたらね、ちょっともらえたら嬉しいね。俺もさっき読んだんだけど、やっぱ大会とかもあるんですね。で、現在若い人も別に受け継いで文化としてちゃんとあるというね。ローラースケート、マジすごいです。頑張ってもらいたいです。ローラースケート、パラダイス、さらに盛り上がるように期待します。